みなさんこんにちは JLPGA 競技の中崎です今日も正しくルールを学びましょう今日は元の球か暫定球のどちらがインプレーの球になるかについてです本日のクイズは前回のケースのパート2です早速おさらいをしましょうプレイヤーの17番ホールの T ショットは林の中に飛んでいきました 紛失の恐れがありましたのでそのプレイヤーは暫定球を打ちその球は元の球の位置よりもはるかに飛んでフェアウェイの真ん中に止まりましたプレイヤーは自分の元の球を少しだけ捜索をした後で紛失したと思いフェアウェイの真ん中にある暫定球でプレーを続けることを選びました こここからが前回のケースととは違うところですプレイヤーは元の球があると推定する場所よりホールに近い箇所から暫定球をプレーしました。その後でプレイヤーの元の球が創作を始めてから3分間以内に見つかった場合プレイヤーはどちらの球でプレーを続けなければならないでしょうか A. どちらの玉でもよい B 元の玉 C 暫定球正解は C の暫定球です規則 18.3C 括弧により元の玉があると推定する場所より ホールに近い箇所から暫定球がプレーされたときに、その暫定球がインプレーの球となります。元の球はもはやインプレーではないので、放棄しなければなりません。このケースでプレイヤーが元の球をプレーした場合、5球となります。どちらの球がどのタイミングでインプレーになるのか、もしくはインプレーのままなのかを理解することにより、 ルールの知識を深めましょうありがとうございました